宮崎安定の書斎宮崎安定の墓。宮崎安定元六十年七月二十三日は、江戸時代前期の農学者。通称は、文大部。秋広島藩士、宮崎義右衛門の次男として、広島に生まれる。子供の頃は、三輪奉行の父に従って、山歩きをした。二十五歳の時家を出て、筑前福岡藩黒田氏に、 山林奉行として使え200国を救されるが、30歳を過ぎて職を辞した。翌1652年、筑前国所、原村の地行地に隠居し、農耕の傍ら農業技術の改良に努めた。諸国をめぐって、老農の話を聞き取りし、また、山林原野の様子や河川の推理を観察した。一方、1661年39歳の時、 京都にいた同伴の受学者、貝原駅圏などとも交流し、中国の農業に関する書物や本草書を研究した。一方で、自ら農業に勤しみ、治療地とその周辺地域の神殿開発、干拓事業、植林を進め、農民を指導した。中国の最新の農書、農政全書を参考にしながら、経験と研究をもとに1695年73歳で、 公をなし、1697年、農業全哨京都で出版した。本書は、地理学的な記述が豊富である。同年の7月23日に死去した。去年75、同書は明治以前の最高の農書と評価される。大倉長恒、佐藤信弘と共に、江戸期の三大農学者と称された。明治44年、生後位を追贈された。 福岡県立糸島農業高等学校は、宮崎安貞の業績をたえ、1949年8月から1955年3月までの間、福岡県立安定高等学校と改名された時期があった。福岡市西区女原、岡田敏博町、日本地理学人物辞典、金星編、原書房2011年24ページたじり左編。 増意所見伝増保番上特使増意年表、P29。ありがとうございます。